はい、D のジョーカー、整備ですね。はい、受け止まりましたので。で、こちらはリアタイヤとブレーキシューですね。はい、フロントもあんまないですけどね、もうね。リアタイヤね、新しいやつですね。で、ブレーキシュー変えたら、もう最後まで使ってあったんですけど、ね、ほら、普通になりましたね。で、こちら、ジョーカー。フロントのこの、ステムフォークっていうんですかね、一緒になってます。これ全部交換してます。はい、これね、ここ意識、はい、ここからね。で、あとタイヤ前後、あとエアバルブとね、はい、後ろもね、こんな感じで、はい、変えてもらいます。うん、大きいですね、やっぱジョーカーね。このね、シートが、こういうのなんていうんですかね、マグナ50とかもこういうシート、感じのシートでしたけど、はい、で、このシート、ね、そして後ろもこんな長いんですよ。面白いですよね、うん、キャリア、これオプションなんですかね、これね、うん、これグラブバーあるけど、まあ一人乗りだから90だとどうなんですかね、これ二人乗りシートになるんですかね。ちょっとね、そのあたり私も詳しくないのでないですが、でこういうとこはね、アルミのね、こうほらアメリカンと同じようなのね、使ってますよね、はい、うん、高級感のある、スクーターでございます。はい、ね、幅もなんかこう広くてね、うん、雰囲気はこうね、なんとなく近いものを感じますが、はい、どうなんでしょうか。さあ、ということで、まあ、これはね、準備ができましたので、はい、ね、おはようございます。さあ、そういうことでですね、さあ、他の作業をやっていくわけでございます。XSR、まあ、来週の納車なんでね、今度の日曜日ですかね、はい、まだ余裕はあるんですけど、はい、とりあえずやめましょう。いろいろね、こう見せると、こうしてくれ、ああしてくれってことになるとね、大変なんで、はい、で、ETC のアンテナとかね、普通の、外付け、なんていうんですかね、ステをつけてつけてくれればいいって言って、つけたんですけど、まあ、これでいいっていうことでね、はい、そうすると、ちょっとこれ、こうしてほしいって言われちゃうと、またね、大変なので、そのままにさせていただいてね、映さないようにすれば問題ないですね。で、あと G リンクね、はい。で、K1200GT もね、はい。ありますんで、こちらも、はい、納車整備を順次やらせていただくということです。で、あとモンスターの696フロントサイドスタンド、フロントサイドスタンドじゃない、フロントのメンテナンススタンド用のあれがないので、アダプターがね、欠品で5月下旬って言ってましたね。はい、ディートナさんのは。で、他のメーカーだと27ミリってないんですよ。25ミリっていうのはどっかにあったんですけど、だから2ミリ違うとね、ちょっとガタつくでしょ。それで上げたら危ないかなっていう、上げられるんじゃないかと思うんですけど、うん、もしくはもうやっぱり、ガレージジャッキでこう支えながらね、やるっていうあれになっちゃうんですけど、うん、まあ、いずれにしてもちょっとね、早くやらないと車検が来ちゃいますから。あとフロントフォークね、やればいいんですけど、うん、で、アンダーカラーついてるんですよ。アンダーカラー外すのに、アンダーカラー外さないとジャッキかけられないので、ね、あのあたり下の方にね、それが、そうするとそれ外すのにまたあれ外さなきゃ、これ外さなきゃいけないになっちゃうんで、それがネックですかね。上から吊るす、トップブリッジのことでね、吊るすっていう手もあるんでしょうけどね、うん、はい、あとまあ、そうですね、クラウマーはまだ、うん、おそらく1ヶ月でやってくれないかもしれないですね。はい、後回しでいいやって思われたら終わりですからね。そう、これね、やっぱりしょっちゅうね、注文を受けてるとか、あと高額なやつとかね、そういうんだったらちょっと早くやっちゃおうっていうね、あれもあるんですけど、まあ大してお金にもならないしっていうことにもなりかねないんでね。私はそういう考え方なんだけど、私のこれは主観で言ってますからね。違う、あちらはそうじゃないかもしれないですから、本当に順番にやってるだけですっていうかもしれないですからね。はい、あとはまあちょっと鈴木のね、ビジネスバイクがまだずっと置きっぱなしになってるんで、それをちょっとあとバラしてどうなってるのかなっていう、で、直せるのかどうかね、どこの部品が必要なのかっていうのはちゃんと見なきゃいけないということでございます。はい、まあ、そんな流れでございますね。あとレーシングキング、まだ途中で結局全然仕上げやってないので、あれをね、戻して、で、写真撮ってね、販売。あとね、ミッチね、え、これ、え、売り物な、買う、売るん、これ買、どうしたんですか、これって。
いや買ってきたって、これ売れるんですかみたいなふうに言われたことありますけど、うん、あのミッチー売れると思うんですけどね、うん、こう外してなんか置いてあるとなんか古くてボロいなっていう感じするイメージですけど、普通に乗ってるスクーター外装外すともうボロ落ちるからね、はい、感じますからね、はい、うん、ね、そう、まあ、この辺錆びたりしてるんですけど、まあ、こういうのは別に問題ないんでね、うん、そう、ね、いいじゃないですかね、外装つくとあ、なんかおしゃれだねっていうね感じがいたしますよ、はい、で、下部ね、下部これ耐下部はこういう感じでしょ、うん、で、まあ、写真はでもメーカーがね販売店に出してる写真っていうのは多分信憑性があるんじゃないかとね、合成で作ってるかどうか分かんないですけど、エンジンはちゃんとこれのこのエンジンになってましたね、その写真ね、うん、あとここ色がもちろんほらこれは全色同じになっちゃってるんであれですけど、ここが白ね、白で、ここに前のタイプと同じメッキのエンブレムがついてる、でこれもちろんこのステッカーないです、カタカナで書いてあるスーパーカムなんてステッカーもちろんつかないです、ここに立体のエンブレムがついてて、ここの幅がねもしかして前のやつと一緒なんじゃないかって気もするんですけど、どうなんですかね。でレッグシールド、これ上から見ると真ん中黒いじゃないですか、横からの写真だけだから分かんないけど、全部ここも全部同じ色だったから、白だったから分割式じゃないような気がしますね。で分割式じゃないってことは前のやつだ、なっちゃうじゃないですか、わざわざ専用作るわけないんだから、ね、耐火部はこういう風になってるんですからね、うん、で、あと何もですか、エアクリーナーボックスとかどうなってるんですかね、専用ですかね、もしくは前の日本仕様のそのまま使ってるのかね、そうすると耐火部のエアクリーナーも耐火部専用になっちゃうんでね。でホイールが、アルミキャストホイールなんですよね。でもね写真で見るとなんかね、あの子供 の樹脂自転車で樹脂ホイールあるじゃないですか、ああいう風に見えちゃった。ちょっと、ね、写真だけ写真ですよ、写真、うん、写真ですからね、はい。で、C125 か CT125 はブレーキが確か右側についてますよね、ディスクがね、それがね反対側についてます、左側に。で、そうですよね、 CT125 って左側についてますよ、 C125 は右側についてますね、でシングルポットでね。でクロスカブなのかな、2ポットキャリパーですかね。で普通の C110 はシングルなのかな、その辺がなんか写真がちょっとね、どちらも左側についてましたね、左側、右側にはついてない、うん、でディスクブレーキの大きい写真はあったんですけど、そこだけ写してるね、それはこっち側から反対側ね、左側撮ってるあれですから、うん、まあいろいろどれぐらい変わってるのかね、うん、そう、まあいずれにしても変わろうが変わる前が、まあ、売れると思うんですよ、スーパーカブだからね。そう、もう他に選択の余地がないので、もうオンリーワンになっちゃいましたから、うん、で他のメーカー昔はねいろんな、メイトだのバーディーだのありましたけど、今はみんななくなっちゃいましたからね。そして、スーパーカブだけがいろんなバリエーションを増やしてね、はい、ホンダの独壇場なので、うん、もう AT でちょっとああいうミッション系のちょっとガチャガチャ自分で切り替えられるやつって言ったらもうね、ホンダのあれを選ぶしかないですからね、はい、そのあたりがねやっぱり、ただ株もそんな売れてるわけじゃないと思うんですよね、スクーターに比べればね、いわゆる PCX だとかに比較したら、まあ、わずかですよっていうあれだと思うんですけど、うん、ちょっとねだんだんともうスーパーカブの時代じゃないんだなっていう感じはするんですけど、うん、でもね、うん、いわゆるおしゃれなバイクっていう形でね生き残ると思うので、はい、ぜひね若い方にかっこいいっつって、いやースーパーカブだーっつって乗っていただけたらなと思いますよね。そしてスーパーカブからね、いろんなバイクにまた行って、そして最後またスーパーカブに戻っていくっていうね、そういう方もいらっしゃると思うんですけど、うんね、スーパーカブは乗らないっていう方もいますからねですよね、そうスーパーカブはいいやつってね、うん、そういう方ももちろんいらっしゃると思うんですけどね、まあとりあえずね、うん、まあ、ただやっぱり進化してほしい、もっとなんかこうね、いわゆるいろんな意味で進化をしてる、まあ、燃費は燃費で進化してますけどね、うん、多分親父さん生きてたらねどうなんですかね、スーパーカブね、うん、やっぱり電動とかね、もっとこう形は云々は別としてそういうのを目指していくあれなのかもしれないですね、まあそのあたりがね、少なくともこっちの方がはるかに進化してますよ。で装備もいいしね。うん。
まあ、そういう意味では、うん、なんとなくスクーターとの融合をしてるんで、ね、後ろもそうですね、これなんかスクーターっぽいですからね、スクーターとスーパーカブが融合してるような、ね、感じなんで、うん、そのあたりが多分これが進化していった形っていうかね、うん、スクーターとスーパーカブだって目指すとこなんか似てますもんね、便利なものっていうね、うん、利便性が高くて経済的でどうのこうのっていうことを言ったらね、スクーターとスーパーカブは重なる部分がいっぱいあると思うんでね、うん、そうするとやっぱこういう形になるのかなって思うんですけどね、そんなことないですか、はい、ということでですね、今日も、はい、これから仕事を始めてですね、今9時ね、9時、うん、ちょっと、はい、やれることパッパッとやっていきたい、うん、そう思います。